音を切っておりました。失礼しました。先ほど、裏が乗ったようでハネマンでしたね。ポン。ここはザンキューの手ですね。8、4、4。積もったら4本あるね。16本ある。あ、積もったら満貫ですね。3個ですね。出上がりだとザンキュー。これ。ああ、ドラか。トイトイドラ1。これ買って。買った。あ、買った。本15本、日給か。ドラが使えれば、日給の手です。だから、スーソが頭になるような感じですね。ウーワン来たらどうしようかなね。ウーワン来たら3万、ドラはたいちゃいますね。で、手広く早くいけるようにします。3万来たら当然、ドラ、ウーアンはたきますね。サブロピンも食っちゃいます。食わなくていいか。今の段階食いませんね、サブロピンはね。危ないので、一応ドラを保持しつつ、一応後継のイーシャンテンという形です。スッチーワンサブロピン、リーチ、まあ二段の方が振り込んでしまえば終わる可能性あるので、無理にはいきません。あ、これで関数腕入ればサブローピンは食いますね。関数腕に受けます。何はションパイですね。出てるね。何は出てるのですが、ドン、貫老荘、棒にですね。はい、棒にはゴーゴーです。一本場、食って上がれないとこういう手になることはまあよくありますね。トンプー戦ですね、これね。ポン。多分。ここはちょっと守備的でいいと思います。まあ、イーソーも守備的な打ち方の切り方になると思いますね。1万よりね。1万はちょっと様子見ながら切ります。親にね、食われたくはないですね。1万は楽しちゃいますからね、親の方が。うん、ますますこのリャンワン全部出てる、見えてるので、1万は、1万、もうトンもそうですけど、ちょっと切りづらい状況ですね。
これで合わせます。これいいシャンテンになりましたね。チーピンが来たらトーン放って、ダマですね。リーチはかけづらいですね、これ、うん、ゆっくりいきます。リャンウワンが結構薄い、あと2枚しかないんですね。リャンウワン全部見えてて、ウワン2枚出てるんで、ポン、これも合わせましょう。ポン、リャンウワンは食っちゃってもいいと思います。危ない、ドン、なになに、トイトイまでついてる、うわ、ちょっと無警戒でございました。ちょっと今のはやらかした打ち方ですね。もう舐めた打ち方をしてるとああいう風になります。スッチャソースーワンがいいかな。こうきたか。ちょっと難しかったな。リャンピン切りもあったしね。今のとこね、3番じゃなくて。人も言えないね。あ、ウーワン見えると親がもうここは必死できますよね。オーラスですね。トンプだと思うので、血を吐くはまだ はたけませんね。アーク切った瞬間ロン全然ありますんでね。これ1万2000宝珠ありえますんで、リーチ3ピン入ったらどうするか。これならこうですかな。打つものないですね、これちょっと。チズモ、ズモいいですよ。いいズモの手です。はい、ゴッド、はい、ありがとうございます。8球まで行きましたね。もう一丁いきますか。トンプーでいいです。初段2段1級との対決。なんちゃスタートです。ペンチーワンピシッと入りました。一応いいシャンテンですが、できれば竹の方で持ってきたいと思います。ちょっと崩します。ウーピンが入ったら9万切りです。メンタンピンドライチの手に持ってきます。スチーワン入ったら、ウーワン
叩きます。サブ竹の方で来たらローピン叩きます。ウーワン入ったらいいね。1番ウーワン入ったらすごい広くなりますね。スチワン6球はローピン叩くね。親がペイオープンですね。これ来たか。これですね、ウッパーワンリアンウーピンウーソーで、今イーシャンテンです。ウッパー入ったらリーチ、リアンウーピン入ってもリーチいきます。親の方が本一ドライチくらいですかね。ゴッパーの手ですか。青が入ってくれば満貫までありますけど、青本一ドライチ。ポン薬杯で一応サブロッソの受けにもしときます。ウーソーがちょっとなかったんで、サブロッソも薄いのかな。ドン。はい、5-2の手です。青本一高めですね。不跳ねの方でしたね。キューピングアンコで40分になっておりました。メンピンドライチ見えますね。26も見えるね。スーソーにくっついたらもうソクリです。ウーソーにくっついたらスーソーかローソー引いたらリーチドライチで残球の手になります。スーピン引いたらどうしようかな。うん、引っ掛けいきますかね。サブローピンパーソー待ちでリーチいきます。親ですからね。ポン、これ次テンパりますよ。テンパりません。ローピン来てもソクリーですよ。チーピンが使えませんからね。これか。関数ピンちょっと待ってね。チーみんな食っちゃってるんで行くか。脅しリーチいきますかね。悪くはないと思いますよ。リャンピンもローピンもポンポン、見えてるんで3枚ずつ。まあ使えない人は使えませんからね、スーピン。青がドラだったね。ここで使われてる可能性はあるけどね。まあ1枚はあるでしょう。2枚ぐらいは。ポン。まだポンかい。怖いね。ポン。まだポン。怖いぞ。それも。チーかい。まあ、ちょっと誰か上がりそうだね。流局まではいかなそうな感じですね。皆さん行ってますから。残球か。トンプーだよね、これ。やばいね。
ハイダメージではないので、まあ2着狙いかな、現状ですとね。ラス前になります。先ほどのキックはドラはたかしたのがいけなかったのかな。これリーのみなんですよね。このままいっても。チーリーズも不破ね。リーズもドラ1、1326。リーズも裏ドラで、1326、フハネで。が、目いっぱいかな？現状ですね。現状そんな、あ、フハネしないですね、これだとね。リーズもドラ1で、1000、2000の可能性はありますね。もう何にもない可能性ありますね、でも。リーチ13点か。チ裏ドラ1個乗ってくれればね。ラス前ということなんで、この感覚としてはね、今だとこの手配だと2万5000のそこの点差は考えますかね。リーチ、これでいいです。6球1で、13本でもまあオーラス勝負でいいと思います。いいピン来たら勘ですね。チー、めちゃくちゃに気よるな。チー積もるだろう。どっちかっていうと神茶から上がりたいかな、この場。ドン、トップ目から入りました。裏乗っちゃえ。13点ですね。点差が3600点と1万2000か。ハネマン積もればトップです。3600点か。1000、2000積もってもいいのか。とりあえず面前ですかね、今んとこね。3600点、1000、2000か。残球でもいいね。7等3ダメですね。ポン、7等3ダメだね。1000、2000割れないとダメだね、積もるなら。面ピンドライチまで行くと残球だね。そこが最低ラインか。もしくはリーズもドライチ。この状態でサブロッキュースを入って積もりいきますかね。積もるか2着目から上がるか。3層がもうないんだ。あと1枚。
リーチ。これはリーチ行こう。サブロック輸送ですが、これ限定ですね。積もらないとダメです。一発ならいいですよ。この状況だと、積もりいかないとダメですね。その上茶から出るかね。上茶から出れば2着になります。リーチはもうないね。こうなるといいですって。ここから上がってもリーチ棒出ましたので、リーチ、あー、ラスまであるぞこれ。食らったか。危ないですよ。危ないですよ。サブロック、うわっ、危ねえ。スモ。オッケーです。酸素取りましたね。水もドライチ千二千から。はい、オッケーですね。なんとか2着死守。はい、危ない危ない。はい、ありがとうございます。成績は見れないのかな。ランキング戦月間成績見れますね。